ラメを愛しラメに愛された女、どうも顔面宝石箱エルフの荒川です。髪の毛も、メイクもバッチリでジラピケを着てる、ただただジラピケを見せたい確信犯です。重罪。この前、アイシャドウのラメの質問をインスタでちょっと投げさせてもらって、やっぱラメが好きやからそのラメを知りたいなと思ってちょっとみんなに聞いたんやけど、いっぱい答えてくださって、もう200件以上送っていただいたんで、全部読めるか分かんないんですけど、ちょっと多いやつはもうこの場で購入していっぱい買いたいなと思います。そう、今つかちょっとなくしてもうてめっちゃへこんでんだけど、ロム&のキラキラのやつもう結構来てて、それ私も使ってて、もうあれやばいね。全部がラメやねんけど、でかい粒から小さい粒のラメもあって、めっちゃあれいいねんな。あれなくしたんほんまショックやわ。どこほんまに。私スキピには絶対 GPS つけへんけど、ラメにはつけときたい。どこ行ったの。キャンメイクのジューシーピュアアイズの真ん中のラメがちょうどよく大きい。キャンメイクのジューシー、キャンメイクジューシー、あ、これか、ピュアアイズ。あ、なるほどね。涙袋に良さそうやな。あ、なるほど、結構小粒の茶色のシャドウなんや。え、これやってるかな。ジューシーピュアアイズやな、真ん中が。あ、そうなんや、買ってみます。カートに入れる。 3CE のアイスイッチ。 3CE もやっぱいいよね、韓国コスメ。 3CE のアイスイッチ、これね。はいはい、これか。私もこれ使ってたっていうのはうざい。これ使ってた、キラキラのね。はいはい、これね、これええよな。もうさ、そのさ、真ん中投げてくれるというか、もうなんかラメの、ま、こうストライク投げてくれるよな、こういうのって。カゴに追加、もう一回使ってみよう。これラメじゃないけどキラキラさせたいなら、ジルのジェリーアイカラー、ジルのジェリーアイカラー。うわ、何これ、うわ、何これ、何やろ、すごい。手に取って使うか、見た目も可愛いな。買いましょう、買ってみよう。宝石の雫のような輝きと艶のアイカラー購入する。エスポアのアイシャドウパレットヌードムード、エスポアアイシャドウヌードモード。なるほどね、良さそうやな、良さそう、こういうの好き。普通のアイシャドウと、あ、はいはいはい、これ見たことあるかも。ドンキでも売ってるよな多分。私生粋のドンカーなので、アマゾンで購入。何がいいの、これでいいのかな、色味はこれでいいのかな。うわー、良さそうやな。あー、そうですか、アイベースチークも入ってんや。グリッターとグリッター2色の、なるほどね、こんな感じらしいんで買ってみよう。うわ、これ良さそうやな、この茶色のこの感じ好きやな。やっぱギャルってさ、ブラウンアイシャドウでマストやん。それもしっかりいろんなの入って、うわー、いい、良さそうですね。カートに入れましょう。やっぱりリリミューもすっごい多くて、指原さんのリリミューグリッターだ、使っててんな。私もこれ使ってました、いいよな。こことかほっぺたとかにも塗ってたもん、めっちゃキラキラやから。買いましょう。これピンクとかのがええんかな。さっき王道まっすぐキラキラみたいなの買ったからピンク買ってみようかな。リリメのピンク買ったことないし。カゴ入れます。で、なんかマージャンアイシャドウがあるらしくて、爆攻めしてるやんと思って、それ買ってみようかなと思って。これ中国なんや。うわー、すげえ。
ニコニコチートイツ、うん、何がいいの、カートに入れる、1、10、100、1000、あ、え、ちょっと待ってくださいね、一回みんな待って、一旦待ってもらっていい、42色ついて23000円、一回ちょっと待っていい、これなんか単色でそのなんかちょろっと買うとか無理ですかね、あ、いけそう、600、どれにするか選んだら660円で買えるわ、うわー、どれにしよう、なんか中連ポートって言って、なんか出たらもう出る確率少なすぎて出たら死ぬみたいな言われてる役があるらしいね、麻雀で、それ買おうかな、ほんなら中連ポート買い、中連ポート買いは9000円です、まあ可愛くなるし、いっか、あ、じゃあ5900円や、チェックアウト、はい、麻雀シャドウ買いました、ツケも取れてるけど気にしないでね、ごめんね、いきまーす、クリオ C10 番、あー、これか、使ったことあった気する、ちょっとさ触り心地いいやつやんな、でギラギラがすごいですって、ルルシャルムっていうパレットのピンクが、ルルシャルム名前かわいいな、あら良さそうですね、キラキラですね、どっちやろ、フランボワーズココ、タルトタタンポム、どっちがピンクなんやろ、わからんな、いっちゃうか、どちらにしようかな、天の神様の言う通り、柿の種、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あ、こっちや、こっちでいきます、フラワーズココ、カートに追加で、シピシピのラメライナー、ふくれなさんのコスメ足、グリッターライナーって、うわ、こんなんでもいいよ、すげえ、何色にしようかな、オーロラグ、うわ、オーロラグリッターにしようかな、うわ、何がいいやろ、トゥインクルゴールド、ゴールドの方が使いやすいかな、オーロラシャワー買いますわ、これね、オッケーオッケー、ディアダリアのグリッター、良さそうやな、またこれめっちゃ好き、こういう色、私エンチャンテッドにするわ、なんかいろんな種類のラメやんねんけど、これは買う、よし、とりあえず第1弾はアイシャドウ研究会、ラメ研究会、この品々を今から頼んで、届いたら試させていただきます、だから私今までは喜怒哀楽じゃなくて上上上上上げ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 で頑張ろうみたいな感じで言ってたんですけど、 DM でギャルが喜ぶ楽しい喜ぶ楽しいでキラキラで行こうって、最強すぎな、だから喜怒哀楽じゃなくてキラキラで行こう、じゃあ今日もおやすみ、ありがとうございました。